上、おかげで部下の挙式が台無しではないか。あら、何のこと。新郎新婦も感激でむせび泣いていたじゃない。あれは悲しみに嘆いていたのだ。まったく姉上もいい加減、夫を持ち家族、そして夫婦とは何たるかをだな。長政に言われたくはないけど、まさかわらわが邪魔だからどこかへ嫁げとそう言いたいのかしら。あ、いや、邪魔とか自由すぎるとか迷惑などとは決して。そう、お前がその気なら見てなさい、とびきりの花婿を連れ帰ってやるわ。いや、私はただ家族の尊さ、そして規律ある生活態度だな。あ、姉上、姉上来なさい。待つのだ姉上、話はまだ終わっていない。大臣、京極浅井の家はどうするつもりだ。長政さん、あなたはわらわ抜きでも国を一つ守り通すだけの気概はない。大丈夫だよ長政様、一また頑張るから。でも姉様、お婿様探しの予定はあるの。そう、そのあたりを適当にふらついていれば見つかるでしょ。いかん、そんな婚姻など断じて認めんぞ姉上。お姉様はどんな殿方を探すの。見た目が良くて強そうで、わらわに口答えしない。まあ最悪でもそんな男を捕まえられれば我慢すれば。最低限の基準がすでに天ほど高いではないか。長政様、姉様ってまるで子供みたいね。ほら、言うようになったじゃない。一、なぜ今火に油を注いだ。なに、とびきり怖い男でも捕まえてこようかしら。一、あなたが泣いて震えてしまうくらいのね。別にいいわ、どんな人だって兄様なら怖くない。待て、姉上の伴侶はすなわち私の兄か。いずれにせよただでは済まない未来しか見える。わらわもね、いつまでも長政の思いばかりはしてられないの。わらわも幸せになったっていいでしょ。おもりだと、姉が私にそれを言うか。楽しませなね。どうしてあなたまで追ってきたの。一、わらわなんかいない方がいいでしょ。うん、そう、うん、それで長政様の元気がなくなるのだね。あら、情けない正義ね。そこで休んでなさい長政。ありがとう。わらわが欲しいの。だ